はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はノブサウンドさんのアンプの情報になります。E6直熱仮想度なのかな直熱力想度なのか、よくわかんないけども、強化版が発売されましたです。ね、さっきも多分入れ替わって有効になってるはずなので、本日発売となっております。で、この E6 っていうのは、よいしょ、ちょっとね、先週ぐらいだったかな、その前だっけか、先週だよね、この、とっても変態なアンプで、まあ、他に類似品見ないでしょ。で、ノブサウンドの店長さんが、本当にもう、とにかくおすすめ、ね、すごい力を入れている、ね、もう最強のいいアンプですっていうことで、本当ね、U10 とか、この E6 とか、ね、ここら辺がすごい自信があるんですよってことで、すごい力を入れていた商品なんです。ね、まあ、おじいのアピール不足で、興味を持ってくれるからね、少なかったかもしれないけど、前回ね、ちょうど視聴者さんからシールやってる情報をいただいて、で、これもね、何個か、セールあったんだね。それで、完売したみたいですね。ありがとうございます。それで、ちょうどね、そんなタイミングだったんだよね。そっちがなくなっちゃったってことで、アップデート版、ね。で、ここの真空管を、ロシアの軍事グレード品質のものに入れ替えて、まあ、P1 とかもそうだよね。真空管変えて、強化版として、出すことにしたそうです。で、これもね、確か視聴者さんが、これの今、戦争だなんだかんだとかね、こう、いろんなのがあって、ロシアの真空管がなかなかね、手に入りにくくなったってね、まあ、いろいろそういう声がコメントに来てました。ね。で、本当にね、探しても少ないでよ。確かに。あーと思って。誰かコメントしてたよね、それね。で、そういうのも、店長さん見てるんでね、本当。そんなわけで、このいくら真空管が変えられると言っても、どうでないじゃんってね。なので、もうノブサウンドさんがね、この真空管をアップデートして、それを発売するっていうことでね、強化版。で、なんか見た目もね、これかな。まだ商品ページのメインの写真は、まだこの色のままなんだけど、説明欄の方はこれになってるんだよね。で、おじいはこっちの方が好きなんだけど、まあ、黒くなった、ここがね。みんなどっちが好き？ね。なので、まあ、強化版ということで、一応発売したみたいです。ね。はい、そんなわけで、見た目がね、まあ、今回は真空管が変わって、あと、ここら辺、後ろとここがブラックになって、ここもギザギザのやつになってる。なんか、いろいろ細かいところ多少ね、あれしたみたいなんだけど、ほら、ね、従来品はこうなんで、ここも、こういうギザギザじゃないんだよね。まあ、結構あるよね。おじいが紹介したアンプでも。これは結構、ツルツルに近いっていうか、まあ、カチってね。まあ、おなじみの、08とか、ね、P10 とか同じシリーズなんだけど、U3 とか、ね。今回は、ブラックバージョン。これが強化版なのかな。どっちなんだろうね。まあ、写真がこれになってるから多分黒だとは思うんだけど、まあ一応強化版、明日あたり送ってくれるよってことだったので、まあ多分2、3日後ぐらいには到着するんじゃないかなと思います。で、これはね、まあ何に使うのかっていうと、もう完全に、これ、入力出力ね、RCA の入力、そして出力するだけのアンプです。
もう本当に。で、ここで原因コントロールができる。ね。まあ、たったそんだけです。で、電源が、ここね、DC5 ボルト、あの、USB から電源供給することができます。ね。非常に簡単。これね。ここに、こう、あ、こうヘッドホンアンプ、ここに U3 もあるから。ね。とにかく、いろんなアンプの手前に、つけて楽しむ真空管アンプになります。で、デジタルアンプの前に置いてもいいし、真空管アンプの前にね、ダブルで置いてもいいし、ね。というかね、真空管の面白いところって、直立につなげても結構パワーアップするんだよね。まあそんなわけで、おじいはすごい大好きなんだけど、なかなか類似品がない。なかなかっていうか、おじいは見たことがない。ね。で、今回はすごいまたさらにパワーアップして、さらに自信がありますよっていうことだったんで。で、これね、ヴィンテージで、ね、27ホニャ、ね、真空管ということで、本当ね、グレードの品質といいものを今回は付けた、アップデートしたみたいです。ね。うん、まあミニサイズでね、まあ驚くべき設計ですよっていうことで、まあとにかく自信があるので、音が好きな方にはぜひ試していただきたいアンプだそうです。店長さん曰く。ね、はい、まあこんな感じ。ね、はい、これ1個持ってるだけで自慢できる。でね、この商品について、まあ、真空管を前のモデルよりもね、大幅に向上した音質を提供いたします。より深みのある精細な聴覚体験を楽しんでください。ということです。もう、本当はね、店長さんが自信満々にさっきね、チャットでずっと言ってた。で、お値段の方が、これね、9280円。で、おじいの動画見たよって購入した後に言えば500円のキャッシュバックいただけるので8780円となってます。でね、いろいろ変わった分だけ旧型に比べたらちょっとだけ上がってます。まあもともと利益がね、もう今ちょっとこう円安で辛いよとは言ってたけれどもアップデートして旧型よりもちょっとだけ値段が上がってます。ね。で、たまたまこの間紹介したときに、セールで 20% オフでやったので、あれ元の値段は、これよりちょっと安いぐらいだったので、そんなに大きな差がないんだよ。実はね、8000円いくらぐらいだったんで、でもこう真空管がアップデートした分だけ差額がちょっとだけ乗っかってるよっていうぐらいです。これね。はい。そんなわけで、お値段は9280円。おーって、思う方もね、いらっしゃると思う。おじいもだってそう思うもん。だって P1 とか、ね、P1 が11,888円とかで買えるわけじゃん。ね。で、たまにね、目玉のシェルのやつもあるけれども、それ考えると、ここの大きさでって思うかもしれないけど、でも、しかし、ね、この商品の意味がある。そして、使った人だったら、おーして、わかるはず。ね。店長さん曰く、ね。値段はちょっと上がったけども、もう音的には絶対に損はしないです。ね。絶対に気に入ってもらえるはず。ということで、もう自信満々に言ってました。ね。とにかく、真のパワーアップですって言ってたんで、まあ、おじいもちょっと楽しみだなと思います。はい。まあ、だけど、今回まだ物がないので、一応、予告で、今日も実際にこの動画の説明欄にあるリンクで購入することができます。ね、もう今日から発売してます。この強化版。ね、で、前回売り切れちゃった、旧型バージョン、真空管がね、まあノーマルのやつ、それ売らないのって言ったんだけど、もうこっち出したから、わざわざそっちの方は、出さない、こっちの方がまた、色が変わったらこっちをまたまとめてあれしなきゃならないでしょ。ね。それもまた大変な話なんで、こっちになるよ。全部こっち側にしますよ。ということでした。ね。なので、
まあ、従来品は前回のシェールの時に買えた方、ね、本当ほんの何個だっけ、6人ぐらいだっけか、ね、でこれと同じグレードにしたいなと思ったら、今なかなかね進行感ないけど、ねアマゾンで残り1個のやつは見つけたんだよ。あのおじいがほらあのペンチでこうやって剥いて中身出したじゃん、あれのやつが、あ、いくらかな、1700円ぐらいだかな、いくらかな、だからあのアマゾンであった、出品されてたね。なので、あのうまく剥いて付け替えると多分見た目はゴールドなんだけど、これ相応になるんじゃないかなとは思うんだけどもね。こんな感じで、まあ、興味のある方はとりあえずいろいろチャレンジしてみてください。なかなかね、あれにできるこれにできるって書いてあっても形が形なんで、おしはあまり詳しくないんでね、てか分かんない、もうこれ見てる皆さんの方が絶対詳しいと思うんだよ。ただこのアンプに関しては皆さん、そんなに大きな興味持たない人が多いと思うんだよ。でも、これを使った方、どう？この間、ちょっとこう、チャレンジした方、ね、いない？誰か、これ見た人で。ね、これ、おじいはすっごい気に入ってるよ、このアンプね。何にでもしけたくなっちゃう。ほんと。いろんなものにしけたくなってくる。ね、絶対に楽しいから、これ、いい子持ってると。ね、はい、そんなわけで、強化版の予告でした。で、2、3日ぐらいしたら多分届くと思うので、また改めてね、オープンボックスの動画を作りたいと思います。まあ、的に初めてこちらなのかこちらなのかね、わかると思います。はい、そんなわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。あー、疲れた。ほんと。おしゃれも今から。はい、じゃあね、バイバイ。